はい、ご覧の皆様こんにちは。ホッセルと申します。プレイステーション3のサイレントヒル3でございます。やっていきましょうか。本日もよろしくお願いします。遊園地に入ってきて最初のセーブポイントでセーブを取ったところで前回は終了した。これ物語の冒頭の夢落ちで殺されたところだよね。まあ、殺されたっていうか自分から身を投げたんだけど、そこへ再び戻ってきたということはもはや物語の終盤戦というところか。待って、ね、やべ、触んな、通れない、死んでいけ。開始50秒の悲劇といったところか。お、なんかムービーが専用の濡れ場か。そのまま股を開いて、何これ、強姦落ち、もはや落ちと呼べる代物じゃないんだけど。それは日本刀だけはしっかりと握りしめてたな。まあ気を取り直してやっていこう。直前にセーブポイントがあってよかったわ。体力ギリの状態でやってるからね。たどみの綱と救急キットとアンブル、栄養ドリンクは全て使い切った。腹壊すくらいのんだから。ここはなんだ、あ、いけねえんだ。ここの扉調べたくて戻ろうとしたら挟み撃ちっていうか、なんていうか体力下がれたんだよね、ブラックジャックに。体でかすぎてよあいつ。スパイク戻ってほしい。バタケンがどれだ、とっとと進んでいく。なぜかこの柵のところまで追いかけてこない犬。中になんかいるけど、これは何やってる、地図ねえんだよな。あ、いるわ。どこへ、どうやって行くの、行けたくない。どうやって進むんだ俺は。あ、こっちか。こここそまさにこの階段登り切ったところで命を落としてるよね、ゲーム冒頭の夢落ちでは。ジェットコースターが何だな、これすげえ登らせるよね。規模の大きいコースターだな。そう、ここから転落した。入れるか、鍵だと持ってねえべ。んー、どこかで手に入んのかな。戻るしかない。これはどっかで取りこぼしてるか。まあ、取りこぼしてるから入れないんだろうけど、多分メニュー画面からじゃなくても鍵が調べれば自動的に使ってくれるはずだから、このゲーム。行けそうなところをつぶさに探索するしかない。あいつ倒すか。こっちから先行けないよねこれ。ここ犬いたからさ、あんまり調べきれてないんだけど、ここにもしかしたら何かあるかも。前か、あっね、あ、食らってく、しかも今自ら食らいきったような感じだったんだけど、なんで、あ、ここ開く、あ、ここか、今当たらなかった扉。参ったね、ここに行けばいいんだ。探索するか、セーフポイントのところかな、やっぱり。あれどこだっけ、もう一個、あ、もう一個手前か。やべ、あ、ここだ、ここくっそ進めね、鍵がない。遊園地関係
形の鍵になったらさ、このカウンターの中とか怪しそうじゃない？入れないのかな？入れそうにない。普通に考えたらしゃがんであそこ通れそうなもんだけど、ここね。鍵がかかっているって表示が出るってことはあるんだよ、どこかに鍵が。完全に開かない扉は壊れているって出るから、このゲーム、この扉みたいに。時折 BGM が途切れるのって何なの、このゲーム。もう攻めんだよ、ここ。広いところまで置き寄せてから脇振り抜けないと。他に行けるところあったっけ？こっちとか。はい、し、はい、し。お、よかった。一気に、MC ロール。こんなことやってたら命引っかかっても足りないんだけど、あんまり回復しないな。戻ってるでしょ。くそ。ここの扉確か開かなかったし、うわ、どこ行けばいいのかわかんねえ。やばいかも。必ず右手から攻撃してるのかな、あいつは。そうか、他に行けるところは。もうなさそう。右手の小突き攻撃が最初の一発目なのかな、ラクションは。その後にシーロードしていくみたいな、そういう方のパターンか。あっ、で崖から落ちろや、お前は。なんでジャンプしてきてさ、見えない壁に引っかかって落ちないようにできてんの、あいつら。汚ねえわ、それは。今ヘザー首曲がってなかった。敵に対して反応してた。行って、どうするどうするどうする。あ、こういけるか、ここ行けたわ。扉半開きだったから、あ、絶対何かあるだろうと思ったけど、よかった。反対側から入れるか、あの中に。いや、怖っ。なんでこんなところ歩かないといけないの、これ。ここはまずい、転落だわ。これは怖い。こんな体験一生できんぞ。こんなところ歩けるのって係員ぐらいだろ。ジェットコースターの点検しに行ったわけじゃないんだけど、イベントか？いや、下から覗きてー、これ。いい、コースターが来るのでは？は？は？なんで動いてんの？いや、レール途切れてるから無理でしょう。どう考えてもコースター動くの。反対側のレール途切れてたんだけど。先に電源落としてからか、それとも。これどういう状況から？救急キット使う前からか。だとすれば、まあ、バンバン剤といったところか。ぐるぐる回ってるし、救急キット1個使ってたからね。さあ、再び行こう。いや、今回なんかこれ死に会になりそうだな。なんか戦闘の難易度はあんまり高くないんだけど、わけわかんねえところで持ってかれるよね、一緒なものが。敵の AI がそこまで強くないから、戦闘の難易度は高くないとかね。近接武器だけで倒そうと思ったら厄介なやつらもいるけど、とりあえずこっちに行くのは間違いないでしょう。
ジェットコースターの電源どっかで落としたりとかできんのかな。反対側登れる、これ登れないな。ある程度まで進んだらコースターが進んでくるから、あー、この係員の詰め所みたいなところに入りたいんだけど、ある程度まで進んだら来るよね。そのある程度を見極め、あぶねえ、ビッグサンダーマウンテンみたいなんだけど、これどっかで降りればいいのかな。多分ここから先だよね。ここから先まで進んだら来るから、どこかに足場が、足場らしきものないな。やっぱり鍵が先なのかな。鍵が先でコースターの電源を完全に落としてから行くっていう手順なんじゃない。鍵がないからね、そもそも。ヒントないかな、どこかに。ウォーニング調べることできないの。そのヒントが過ぎる。どうすればいいのか全く分かんねえわ。とりあえず、まあ鍵を探すしかないんだけど、探してる間にもさ、ダメージ食らうんだよな、敵がいるから。思い切って処理するか、扇風機。まあ行って、食らってる。うわ、すげえダメージ。あ、そっか、キューピット使っていない状態からだ。くそ、うぜえ。ここ怪しいよな、どう考えても。重要アイテム何だったっけ。別に香水なくなってるんだけど、もしかして以前病院で受けた即死トラップ、鏡の即死トラップ、あれ脱出するために使ったのが香水だったんじゃねえかな、もしかして。行って、あれの後から香水なくなってた。あれ、まっすぐ歩く大事が噛みつかれるのがまた変しいやつね。さりげなくバターケンとか言ってるけど、変態実況してるのか。鍵を求めて3000里。今日の動画はここで終わりになるかもしれない。そしたらちょっといろいろぐるぐるするんでカットしますわ。これはもう、カット しようとして矢先に見つかっていく。セーブポイントの真横とか。これさ、ヘザーの首の動き対策とかじゃね。どう考えてもセーブポイントだと思ってたんだけど、今の今まで。あ、首の動きは。俺はやってんね、このゲーム。もうあれ先に行くことができるようになったわ。よかった。今ね、編集ソフトはあんまり調子が良くなくて、カット編集するのすらもちょっとかなり時間かかっちゃう時があるんだよね、今。編集ソフトに動画が読み込めないことがあって、それでちょっと一手順踏んでエンコードしてるんだけど、それだけ毎時間で時間かかっちゃうのよ、今までの。さあ入ってく、結構食らったけどまだ大丈夫。戦える。死体がぶら下がっている。あ、栄養ドリンクいいですね。動かせや。
はい。あ、鳴ってた物音はこれのせいだったか。なんか変な音になってるなとは思ってたんだけど、これでいけるでしょ。つか背後のレールが切れてんのにさ、なんでジェットコースターが動いてくるわけ。そんなわからんわ、普通に考えて。これでジェットコースターさらに来るようだったらお手上げなんだけど。さあ行けるか、南部さん、ノムさん、行け。は？おかしくないですか、このゲーム。あ、飛び降りた。展開変わったわ。杖が飛び降りられるんだったら最初からそうしろと。電源入ってても入ってなくても一緒じゃねえか。 I hired you to find the girl.And you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us.Yeah? Well, she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived. Because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, mother of God, truly awakens... Yeah? What's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? A place with no pain, no hunger, no sickness, no old age. There will be no greed or war, and all will live by God's grace alone. No this, no that, no nothing. A paradise. For castrated sheep, maybe. Sounds pretty boring.I pity you. You still don't understand. You're going to kill me. Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you.ダグラスにヘザーを探すよう依頼してたのはクローディアだったってこと？よく無事だったな。硬そうな上に落ちてるんだけど。丈夫だな。で、これどこよ。沈ねんだわ、俺。後ろには行けなくて、チケット売り場みたいなところの屋根に落ちたのか。行けるところは、あ、結構限られてそうだね。広いように見えて一本道かも。あ、こっちか。これお化け屋敷じゃね。怖いんだけど。怪しい雰囲気が。これお化け屋敷では？幽霊屋敷ね。いや、先進みたくないぞこれ。ホラーゲームとは別の意味の脅かし要素があるのでは。扉開かない。Welcome to the Borley Haunted Mansion. We're so glad you came.
誰こいつ、エレベーターのクイズの人。Inside and look around. When you feel you're ready, then go through the door. 脅かし要素があるだけならまだマシといったところか。Help! Help! 命の危機があるのがもっと怖い。Do you hear those voices?A family of four was sliced into bloody pieces in this room. Oh, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to. Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is, only one person died. By suicide. なんで自殺で死んでる部屋がさ、こんな帰り血だらけだの？おかしいでしょうよ。ま、そのぐらいでは俺はビビらねえぞ。俺をビビらせることができるのは相当だと言ったところ。なんて言ったってホラー体制の塊だからね、実況者ホステル。伊達にホラーゲーム実況やってねえわ。That's Danny, a quiet young man, but quite friendly as you can see. He was so eager to meet you. He grew up in New Orleans, but came here after first losing his way.Oh, maybe you might know. Where is the path to heaven? まあ、ビビってねえわって言った 0.1 秒後にさ、めっちゃビビり散らしたんだけど。切ればいいのかな。道を塞げるって出てきて。あ、扉あんじゃねえか、こっちに。This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath the floor, there's nothing. そうなってくると、もう遊園地の範疇を超えてるんだけど、客が死ぬトラップか。I am so sorry. This place is just falling apart.The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Or if you'd prefer, we could come and visit you instead.That was supposed to be the exit, but it seems that no one wants you to leave. Everyone really likes you. They want you to stay with them forever. I have to agree with them. てめえ。なんなの、あの赤い光へ。おい、どこからやり直しだよ、おめえ、これ俺よ。セーポイントからじゃねえだろうな。それだったら今日の動画終了なんだけど。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。これどこから、あ、救急キット使ってねえわ。これ使ってねえ状態から始まってる。かなり戻されてんな。ということはジェットコースターの鍵あるんじゃねえか。まだあるわ。そしたら一回終了する。これは多分幽霊屋敷の前にセーブポイント一回あるな。これちょっと探し回ってみて、もしあればあったなんだけどね。次回のスタートは幽霊屋敷の前からにしよっか。そうしよう。ではご視聴ありがとうございました。